リモートワーク研究所、池友です。今回は AI の使い分けはこうする。調査と企画提案を超効率化するためのパープレキシティと GPTs の使い分けということで、まあ、私がですね、実際日々の実務でどんな風にパープレキシティとチャット GPT を使い分けて業務をしているのか、もうちょっと抽象的に言うと、ネットから情報を集めて調査整理するというフェーズと、それをもとにして企画提案を考える。この2つっていうのは、実は性質も違いますし、向いてるツールが当然違うんですね。まあ、その代表例がパープレキシティであり、GPT とチャット GPT という感じになるんですけど、この考え方というか、やり方を覚えてもらうことによって、あ、こういう風に使い分けるのかっていうイメージにもなるかなと思いますし、また今回出すのは基本的に提案系、企画系の話になるんですけど、あ、こういう風にうまく併用するといい提案ができるんだなという参考になれば嬉しいなと思います。内容としてはこんな感じで、調査と企画の AI 使い分け、まずは実例をご紹介した上で、その次に AI 使い分けの考え方として、生成系 AI と検索系 AI っていう、まあこれ私のわけなんですけど、この2つが違うよね、ということをお伝えしたいと思います。ではまずですね、調査と企画の AI 使い分けの実例ということでご紹介したいと思います。まずは、例えば私の例なんですけれども、お客さんのことを調べた上で、その会社でどんな風な生成 AI の活用可能性があるかを考え、さらにその可能性に対して実際どんな事例とか実例があるかをもう一回調査する。こんなことをよくやってるんですね。この流れの際に大きく3つのステップでやっています。一つはパープレキシティで、まず相手のお客さんの会社とか事業概要を調べる。次に GPTs、チャット GPT を使って、その情報から生成 AI の可能性を検討する。さらにまた調査に戻りまして、ここで出てきた可能性に関して裏付けというか、実際どういうようなパターンがあるかをもう一回調べ直して考える。こんな風に使っているので、実際に画面を見ながらやってみたいと思います。まずはパープレキシティからスタートします。で、これ有料版で使っているので、プロというのをチェックしてるんですが、これなくてもおおむねできると思います。例えば、メンバーズという会社。に関してメンバーズの事業概要、ビジネスモデル、バリューチェーンを調べて具体的にまとめてと、こんな感じで言っています。まあ、現状ですね、パープレキシティ、いわゆるこうなんかテンプレートというか、プロンプトの保存ができないので、今のところはこんな感じで手打ちで打ってますね。まあ、GPT のようにもっと気軽にできれば、保存できれば楽なんですけれども、今のところは手で打っています、こんな感じで。さて、で、これですね、なんでパープレキシティ使ってるかっていうと、パープレキシティはチャット GPT と違って、こう毎回ネットで検索して、その情報をまとめてくれてるんですね。チャット GPT やジェミニ、クロードを使うと、どうしても AI の中にある知識で回答しようとするので、それぞれでブラウジング機能とかあったりするんですけれども、ちょっと信用しづらいケースがあるんですね。ここに対して、パープレキシティの場合には基本全部ネットで調べたものをようやく整備してるだけという信頼というか考えがあるので、ここまでのところは概ね合ってるだろうという期待でネットから調べた情報をまとめていると。なんでつまり検索エンジンで自分で調べた代わりにしてという感じですね。続いてここまででバーッと概要を調べられたので、次何するかっていうと、この会社が生成 AI をどんな風に活用できるかというのを、これは GPTs を組んでいて、こっちで調べていきます。中身がどうなってるかというと、こんな感じで、まあ、優秀な生成 AI コンサルとして、これから入力する顧客の業界事業内容を踏まえて、バリューチェーンごとの生成 AI 活用可能性を整理してくださいと。で、入力した情報が足りない場合には、ブラウジングで情報収集してください。というような感じで指示をした上で、アウトプットフォーマットを定義して、まあ、どんな風にまとめてほしいのか、というのを出しています。で、これを使ってですね、整理しますと、パープレキシティはこんな感じで、根拠になる URL 来ちゃうので、これは消して、今調べてもらった内容をバゴッと入れると。そうすると、結構具体的にもう調べてくれているので、これを元にして、GPTs が今度は、この会社において、どんな風なバリューチェーンごとに生成 AI の活用可能性があるのか、ってことをこんな感じで整理してくれるんですね、バーッと。このシートを押すと、実は自分の方でスプレッドシートにまとめるような機能も作ってるんですけど、今回そこはいらないので、一旦まあここまででチャット GPT の役割はおしまいという感じになります。次でコピーしまして、今度はもう一回パープレキシティに行くんですけど、どんなプロンプトを入れるか。今度はですね、パープレキシティに今出てきた生成 AI 活用の可能性っていうのは、まあ、こういろんなアイデアを出してくれてるんですけど、世の中に事例があって明らかにできそうな具体的なものもあれば、もうちょっと怪しいものもあるわけですね。
インタビューの要約とかも明らかにできるねと、テキストからのトレンド処理できそうだねと、インサイトもできるねと、プロファイルの自動生成も多分できるねと、戦略の初期化も多分できるねというふうに、結構まあいい感じの提案が来てるかなと思うんですけど、リソース配分の最適化とかはちょっと厳しいかもしれないなとか、そういうものもあるんですね。これをもう一回ネットで調べ直して、それぞれごとにどんな事例があるかを評価したいというニーズがありまして、これはまた世の中には事実を確認しに行きたいので、アイデア生成ではなくて、もう一回検索したい。つまり、パープレキシティの方が相性がいいというふうに思ってるわけですね。ただ具体的にどんな風な感じにしてるかというと、こんな感じで、以下の生成 AI 活用の可能性に関して、事例があるかをできるだけ細かく調べた上で、以下の表にまとめてくれという感じで、生成 AI の活用可能性は今チャット GPT が考えてくれたものを入れてまして、で表としてはこういうふうにやってねというふうに整理してパープレキシティに行きます。パープレキシティに行きまして、またプラスしまして、でこの時にプロとプロじゃないので動きに差があるので、まずはプロでやってみたいと思います。プロで依頼するとこんな感じで結構たくさんですね、細かく調べた上でそれを教えてくれるんですね。するとこんな感じで表組で今回出てきた活用の可能性というところがどれぐらい妥当かっていうのを一個一個に対して評価して書いてくれると、まあ、これが全部出てくるケースもあれば一部しかピックアップされないケースもありまして、まあ、今回ちょっとバゴッと全部入れてるので、もうちょっと具体的に調べたいものだけピックアップした上でこっちで調べ直すというふうにやるケースもあるんですけれども、ポイントはこれですね。実際どういう会社が同じようなことをやってるかってことをこんなふうに見てくれてるわけですね。でこれが本当にこっちが想定している顧客ニーズの分析になってるのか、そうじゃないのかというところは見ないとわからないので、例えばデジタルクリエイターの配置、ちょっと僕怪しいなと思ってるんで事例を見てみた上で、はいはいはいと、また別のブログが書いてあってそこにおいて、まあ例として書いてあるだけかなという感じで、やっぱりちょっと難しいかもなと思ったりすると、で明らかにできるものに関しては別に問題ないかなという感じになるので、このような感じで一個一個見ていくという感じですね。で今回ちょっと依頼したところ全部は出なかったので、もう一回テキストに戻りまして、まあ、この中でちょっとバーッと入れすぎたので、まあ、自分がピンとくるような内容だけに絞って聞くこともあります。さっきのリストアップした上でもう一回全部確認することもありますし、一部にこう全部この段階でピックアップした上でこれらに関してどうかっていうふうに聞き直して、まあ、絞った上で調査をしてもらうケースもあります。まあ、これは両方やってる感じですね。今5つに絞ったので、多分1つの行に1個のパターンで同じようにまとめ直してくれるかなと思い、まあ、いろんなケースでの活用方法を教えてくれると、まあ、この辺は全部できそうなんでね、まあ、この事例がついてくるのが価値って感じですかね。まあ、というような感じで、もう一回調べ直して事例を見た上で、まあ、自分がお客さんに提案してピンとくるものだけをここから絞り込んで、このピックアップして事例を見ていきながら妥当かって考えてくる、まあ、こんなことをやったりしてるわけですね。さて、まあ、スキームに戻りますと、このようにまずはネットからその会社の情報をちゃんと調べて整理すると、これを生成系の AI でやっちゃうと間違ってる可能性が否定できないので、パープレキシティで検索してまとめてもらうと、次にチャット GPT で、この内容から思考を膨らませてもらう。こっちは生成してるんですよね。別に事実ではなくて可能性をリストアップしてるんで、チャット GPT でも OK と。パープレキシティでもできないことはないんですけど、僕は GPT 使ってさっきみたいにバゴッと入れてます。でまた戻りまして、もう一回再検索してそれぞれに関して調べていきたいという時に、パープレキシティがさっきみたいに表で出してくれて便利なので、もう一回使ってるという感じですね。ちなみにさっきのやつを今有料版のプロで使ってみたんですけど、プロにせずに使ってみるとどうなるかというと、そんなに大きくは変わらないかもしれないんですけど、プロの方がよりこう賢くいろんな検索をしてくれたりとか、たくさん情報を持ってきてるんですね。さっきプロだとソースが20個ぐらいあったかなと思うんですけど、今回の無料版というかプロを使わない場合だと5つぐらいしかないので、あんまりちゃんとたくさんの事例が入ってこないんですね。なのでプロを使った方がよりたくさんの情報を整理してリストアップしてほしい場合にはだいぶ便利という感じになります。まあ、こんな感じで出るわけですね。さっきのねプロの方がこの表の数が少なかったんですけど、あれは今回一部しか出なかったんですけど、全部出してと言ったら出してくれたりするので、まあ、たまたまって感じですかね、今回に関しては。
まあ、この辺はあの生成 AI の生成 AI 部分もあるので、完全に毎回同じアウトプットが出ないという部分もあるんですけど、こんな感じで使っていくという感じで、検索して情報をまとめて、そこから思考を広げて、また検索し直して裏付けしていく。で、要所要所で人間が入って、どの事例を使うかであったり、どの活用可能性を提案するか、ってことは自分で考えていると。こんな感じで活用しています。もう一例、すごい似てるんですけど、また今度はですね、会社とか事業の職種を調べると。職種を調べた上で、その職種でどんな生成 AI の活用可能性があるかを検討すると。で、その後にまた、その活用可能性が実際どれぐらい事例があるかとか、本当にできそうかどうかってことを検索し直して整理する。こんな感じでやることもあります。また具体的になりますと、メンバーズの代表的な職種を、で、ちょっとですね、パープレキシはですね、日本語で入れると、さっきもね、途中でスタートしたケースは結構あって、非常にめんどくさいので、なんていうんですかね、再検索というか、もう一回、打ち直さなくちゃいけないケースがあり、テキストで入れてコピーして入れるってことが多いですね。まあ、さて、メンバーズの職種なんですけれども、まあ、こんな感じでいくつか挙げてくれたと。ウェブサイトサービス開発エンジニアという感じで一番最初に上がったんで、これをコピーして、また今度は GPTs で職種に合わせた形でのどれぐらい効率化できるかってことをまた作ってるんですね。裏側の GPTs でいきますと、どんなものか。まあ、これから入力する職種業種において、どんな業務があって、どのぐらいそこは生成 AI で業務効率化できそうかってことを書いてねというふうなプロンプトを作ってまして、ここにさっきの職種を入れると。すると、この業種がどんなような業務があって、それをどれぐらい生成 AI で活用できて、効率化できる余地がありそうかってことを、こんな感じで仮説で挙げてくれるんですね。で、これが本当に合ってるかっていうのは、当然見ながら考えるわけなんですけど、これがあるかないかで、やっぱ思考のしやすさが違うので、まあこれをこんな風に入れていきまして、まあ一応一行にして、一個の職種ってことが絶対伝わるようにして、もう一回入れると。まあすると、まあ初期案なんで、もっと細かい業務があったりとか、時間が間違ってるとか、割合が違うとか、いろんな要因があるわけなんですけど、この元ネタとかも考えやすいですよね、思考として。AI プランナーやデータアナリストとちょっと飛ばして。まあ、こんなような感じで、活用の可能性というかですね、パターンをまず出すことができたわけですね。さて、続いてこれをまたパープレキシーで再検索すると、コピーして、こんな風な活用があるんじゃないかということを入れた上で、パープレキシーに行きまして、もう一回再検索して調べ直してもらうとかですね。もう一回プロにして、よいしょ。すると、プロ版の場合、こうやっていろんなものをバーッと調べた上で、かなり多くの根拠に基づいて整理をしてくれるので、まあ、普通にやるよりは、だいぶ整理が、情報が増えやすいんですね。で、各業務に関して、できそうかどうかをもう一回再検討してくれた上で、具体的にどんな事例があるかってことを、ここに根拠をつけてくれるので、これを見ながら、ちゃんと考えていくという感じですね。もうちょっと具体的な。地域指導で検索すると多分もうちょっと例が増えるかなと思うので、まあ、これが本当に妥当かっていうのはやっぱりちゃんと見ながら、違うものも結構出てくるんで完全には信用してないんですけど、全部ゼロから探すよりはこうやって探し始めるのが楽なわけですよね。このようにうまく AI 使いながら途中の過程とかプロセスを省略、効率化していき、ただ要所要所で確認したりとか、当然自分がやっぱり自信を持って提案できないと刺さらないわけなんで、自分の思考が全部なくなるわけではないんですけど、過程を楽にして効率化する。こんな風にやっていくのが非常にポイントになるんじゃないかなと思っています。というところで今回の例においても、まず検索はパープレキシティ、思考はチャット GPT、またパープレキシティで戻って確認すると。で、ものによってはもうチャット GPT フェーズだけでもう分かったし、提案できるんでおしまいというふうにすることももちろんありますし、もう一回パープレキシティに行って裏付けした方が自信持って提案できそうだったらする。ということで、このあたりは非常にこう柔軟というか、別に一つの特定のやつだけにこだわる必要はないので、こういう手段があって、これらを使いこなすことによって自分の仕事、提案力が楽になるというと
ところを探してやっているわけですね。まあ、こんな風な形で AI を使っています。さて、一旦実例をご紹介しましたが、この使い分けに関して生成系 AI と検索系 AI というものがどういう違いがあって、どんな役割があって、まあ、どのツールがどっちに該当するのかみたいなことを簡単にまとめたいと思います。まず生成系 AI と検索系 AI ですが、個人的にはこんな風に違うかなと思っています。チャット GPT、ジェミニ、クロードといった生成系 AI に関しては、新しいものを考えたりデータを処理するというのは得意かなと思っていて、ファクトを集めてくるとか確認するんではなくて、それを材料にして調理する側が生成系 AI と思っています。一方で検索系の AI っていうのは材料を集めてくる。ネットに落ちている具体的なデータとか記述とか内容を集めてきた上で、それを分かりやすく整理したり、この検索の過程をはしょって楽にしてくれるものというふうに思っているので、まあ、例えるなら材料を集めてくる検索系 AI と、それを調理する思考する生成系 AI と、ちょっと違う視点で言うと、既存データを探す検索系 AI、新しいものを考える生成系 AI と、まあこんな感じで個人的には分けていて役割分担をしています。さっきの例で言うと、まず会社の情報は明らかに既存データで間違っていては困るので検索系 AI と、そっから新しい提案とか考える思考をするんであれば明らかに生成系 AI なんで、そこに適したものを使う。でさらにそこから出てきた可能性が本当に事例があるかとか実例があるかをチェックしに行くときには、これまた既存データを探しに行ってるわけなんで検索系 AI に戻る、まあみたいな感じで使い分けてるわけですね。でじゃあこれですね、どのツールがどっちに該当するのかというところで、まあ、これ個人的な、まあ、イメージなんですけれども、大きく生成 AI と検索 AI と二分した場合にはこんな感じかなと。まず生成系 AI にはクロード、チャット GPT、ジェミニが入ります。ところがこれ完全にパキッと割れてなくて、まあそれぞれが両方の役割を満たすケースもあったりします。クロードは今のところブラウジングはできないかなと思うので、チャット GPT とかジェミニの方が検索寄りであると。チャット GPT やジェミニっていうのは、チャット GPT はブラウジングでネットの情報を持ってこれますし、ジェミニは検索の結果でダブルチェックするみたいな機能があるので、ネットから情報を確認することもできるんですね。ただメインはあくまでも生成 AI であって、 AI に依頼したものを処理する考えることがメインであって、そのおまけとしてネットから検索してくる機能があるよというふうなものかなと僕は捉えています。一方で検索系 AI としては、さっきのパープレキシティが代表ですけども、あとはコパイロットであったりとか、あとこれからまあ展開されるだろう Google AI オーバービューとか、このあたりは検索系の AI になるかなと思っています。こっちは検索結果で持ってきたデータがメインであって、これをいかに理解しやすくするかとか整理するために生成 AI を使ってるわけですね。一方で裏側には生成 AI がいるので、もちろん生成 AI 的な依頼をしても対応はできるんですけど、メインは検索エンジンであり、検索の結果に飛ばすことであり、検索にわざわざ行かなくても概要を把握できるというものかなと思っているので、この2つは機能もちょっと被ってきていて、近づけば近づくほど、まあ一つのツールで両方の用途を満たそうと思ってもできるはできるんですけど、性質が違うかなと思うんで、やっぱり片方の用途で別のツールを使おうと思うと使いにくかったりとかするわけですね。チャット GPT でネットから検索するのをたくさんやろうと思うと数が少ないんでしにくい。パープレキシーで思考しようと思うとネットから情報を持ってきちゃうんでしづらい。まあ実はパープレキシーにはネットから情報を持ってこないって機能もあるんで、そしたらチャット GPT に似てるじゃんという話もあるんですけど、まあ GPTs がなかったりとか、やっぱり特定の用途の処理であれば今のところチャット GPT の方がいいかなと個人的には思ってるということで、まあどっちがどっちで完璧にパキッと割れてるかというと、どんどん両方侵食してきて分かりづらくなってきてるんですけど、大きく言うとこういう風な2パターンがあるかなと思っていて、それぞれ用途が違うんで、まあ個人的にはパープレキシーと GPTs を使うのが最も簡単で分かりやすい整理なんですけど、別にそこに限定したりとか肯定する必要は全くないんですが、そんなような整理をしておくと思考が楽なんじゃないかなと思っています。ということで参考になれば幸いです。さあ最後ですね、おまけで、これちょっと高度な話になるんですけど、最近 DeFi っていうツールが流行ってるんですね。今回はパープレキシで調べてチャット GPT に行ってもう一回調べ直すみたいなことをやってるんですけど、こういう流れを DeFi 使うと結構自動化したりとか半自動化することができると。実際ちょっと DeFi だったらどんなことができるかをご紹介して、ちょっと参考情報にしていきたいと思います。さっき私がやった企業を調べてその会社の生成への活用可能性とか、職種を調べてその会社の職種に合った形で提案するみたいなことは、実は DeFi を使うと社名を入れるだけである程度できちゃうんですね。株式会社メンバーズ入れます。するとどうなるかというと、まずネットから株式会社メンバーズに関して事業概要とかビジネスモデルとかバリューチェーンとか強みを調べた上でそれをまとめると。
でまとめた情報からその会社でどんな風な生成 AI の活用可能性があるかってことをこんな風に整理すると、まあ、これはさっきの GPTs と一緒ですね。この部分はさらにそこだけではなくて、この会社にどんな職種があるかっていうことも調べているので、その職種ごとにどんな生成 AI の活用可能性があるかところまでも実はこの1個の流れの中で対応してくれていて、3つのジョブに関してそれぞれどういう可能性があるか、ちょっと今ですねこの表示がですねうまくできないケースがあって、データアナリストの仕事って書いてあることもあれば別の書いてないあの職種のこともあったりして、ちょっとこの辺は調整中ではあるんですけど、こんな風に一つの会社名入れるだけでバゴッとここまで出すことができるということも組んだりできます。流れとしてはこんな風になってまして、リファイを使うとワークフローとしていろいろ流れを定義できるんですね。今回定義されているのは、会社名を入れるとまず5つの検索をした上でデータをまとめて生成 AI 活用のその会社の可能性を出す、また職種に関しては3つに分割した上でそれぞれ1個1個に対して職種の情報を出す、で最後にそれを出力すると、まあ、こんな感じの流れになってまして、こんな風に自動化していくことも最近よりツールを使いこなしていくとできることはあるですが、まあ、まずはベースとして今回ご紹介したようなチャット GPT とパープレキシティを使い分けてやっていくのがベースで、これをさらに慣れていって自動化していくというのが、まあ、個人として AI 力を高めていく上ではいいんじゃないかなと思うので、これはネクストステップって感じですね。組織の中でもっと広げようと思うと、一人一人に今回ご紹介したような、まあ、やり方っていうか流れを身につけさせて使ってもらうのは結構ハードルが高いかなと思うんで、こういうツール作ってあげて会社名入れるだけですよと、裏側でやってるのはこういう考えなんだけれども、まあ、そこまでやるのめんどくさいと思うんでワンクリックでいけますよみたいな感じにそのうちなるかなと思うんですが、まあ、こんなこともできるというのはご紹介できれば幸いです。ところで最後に簡単に告知をさせてください。生成 AI サミット7月の17日に実施をさせていただきます。今日6月の17なんで実はいよいよ来月ですね、1ヶ月後に行います。どんな内容があるのかご紹介させてください。いやこんな感じで非常に魅力的な様々なコンテンツをですねご用意していて、まあ、無料で参加できますし、ぜひいろんな方に参加いただきたいなと思うので、ぜひご紹介もよろしくお願いします。概要欄にリンクございます。また会社としては生成 AI の導入支援様々行っています。まあ、社内の講演であったりイベントの登壇もやってますし、アドバイザリーとして一緒に入らせてもらって議論しながらどんな風に使うかを見出していく、こんなこともやっています。特に最近はファインチューニングやったりとか、いかに元データを活かしてコンテンツを作っていくのか、ちょっと難しいお題なんかもこのアドバイザリーであれば一緒に考えながら業務の仕組みに合わせてご提案することができるので、そんなニーズがある方はお声掛けたら幸いです。結構大きな企業もありますし、実は数億円とか数十億円ぐらいの中堅中小企業からもご相談いただいて一緒にやったりしているので大歓迎です。また LINE の公式アカウントでは毎週の AI ニュースやイベントのご案内しているので登録よろしくお願いします。 YouTube 動画日々アップロードしておりまして、プレイリストも作ってテーマごとにまとめているので、使いたいところぜひ活用いただければ幸いです。ところで本日の内容は以上になります。このパープレキシティと GPTs の使い分けっていうのは最近実際にやってまして、いろんな会社に提案したりとか試行する際にはさっきのようにデータを分析して確認をしていきながら、まあ、今回は綺麗な流れっていうか、会社概要をまとめて活用可能性出してもう一回調べ直すとかっていう代表的なパターンだけ抽出してるんですけど、実際にはどう使ってるかっていうと、全部やるときもありますし一部しか使わないケースもある。あとは会社概要の過程で事業内容が分かんないケースも結構あるんですよね。なんであの場合はパープレキシティでもっと絞り込んでどんどん調べていったりとか、活用可能性に関しても特定のやつが分かんなかった場合にはそこだけ聞き直したりとかみたいな感じで、全部あれで終わりではなくて、やっぱ重要なのはあの過程を楽にして、やりたいことは僕の場合はその会社が生成 AI 使ってどんな風にバリュー出せるのかってことを考えたいわけですし、特定の仕事においてどんな業務でどう使うと効率的かっていうことを言いたいだけなんで、まあ、そのための過程としてさっきみたいな流れが代表的なプロセスですけど、枝葉に分かれることもありますし、そこだけをやってるわけではないということはまあ一応お伝えしておきたいですね。ただ実際にこれ使うことによってやっぱ思考はしやすくて考えやすくなってるなというふうにも思うので、皆さんの業務でも AI 使って効率化できる余地、まあ、自分の思考をショートカットしたりとか、調べる手間を省いてより精度が高い提案を短時間でできると、もしくは精度を上げていくみたいなことで使っていけるといいんじゃないかなと思うので、参考になら幸いです。ということでまたお会いしましょう。リモートワーク研究所ではリモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて
私と一緒に学んでいきましょう。